はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、三井住友カード V ポイントアプリ20%増量、20%還元、実践、ポイントサイトからの交換やチャージ、効率的な使い方も解説ということで、今回は三井住友カードが提供する V ポイントアプリについてですね、まあ、少し前の動画でキャンペーンについて取り上げましたが、今回はそのキャンペーンの実践編と効率的な使い方について、早速お伝えしていこうと思います。それでは 行ってみましょうということで、今回こちらですね、スマートフォンアプリ、V ポイントアプリということで、まあ、少し前のこちらの動画でね、紹介をしたことがあるんですけども、まあ、その時はキャンペーンの解説をさせていただきました。で、その時にも少しお伝えをしていたんですけども、まあ、キャンペーンに参加するためにですね、僕、あの、本人確認みたいなのを行ってたんですよ。で、ちょっと前の動画でもお伝えしてたんですが、まあ、とにかくね、この本人確認にめちゃくちゃ時間かかってたんですよ。まあ、おそらくこの3営業日ということで、まあ、土日とか挟んでの3営業日だったので、まあ、簡単に終わるかなと 思ってたんですがまあそれがねなかなか終わらずもうすごいうん早くしてっていう風に思ってたんですけどもそれがやっとですね今朝やっと終わりましたもうほんといつ終わるのか終わるのかって毎日のように見ながら待ってたんですけどもやっと終えて少し安心してるところではありますで念のためこの V ポイントアプリのおさらいサクッと見ていただきたいんですがまずチャージ方法は3つ V ポイント V ポイントギフトクレカ あとは銀行ペイ、三井住友銀行ですね。で、還元率に関しては V ポイントが付与される対象のクレジットカードで、まあ V ポイント残高へのチャージをすることによって0.25%分の V ポイントが付与されます。まあいわゆるね、三井住友カードのプロパーカードと言われるものになります。まあビザラインペイクレジットカードのような三井住友カードから発行されているような感じのカードは対象外となりますので気をつけてください。あくまでも三井住友カードのプロパーカードが対象です。そして、この V ポイントアプリで実際に決済した場合は、 0.25%分のキャッシュバックがあります。ですけども、使い方によってはキャッシュバックされないものもありますので気をつけてください。で、早速なんですけども、以前僕が動画で紹介させていただいたキャンペーンこちら2つですね。まあ、順番にお伝えしていこうと思うんですが、まずはこの上のスマートフォンアプリ V ポイントリリース記念最大2000円相当プレゼントということで、 ま、それがこちらのキャンペーンですね。キャンペーンの期間が3月の31日まで。で、内容としたら、キャンペーン期間中にスマートフォンアプリ V ポイントをダウンロードして残高にチャージをしていただいた方に、最大20%還元ということになります。 還元額の上限は2000円相当まで,ということで,すので、とととととといいううこここでででですすすのりりあえず1万円ままチャージをするるにによって20%還元がされな今回はね、本人確認が取れたので、このキャンペーンに早速参加できるようになったんですけども、まずはこのトップページから右上の3本線のところをタップしていただくと、このようなメニュー画面が出てくるんですが、ここでチャージ方法というところをタップしてください。そしたらですね、チャージ方法の設定画面に切り替わります。で、下のチャージ方法を設定するというところをタップしていただくと、そうするとチャージの画面が出てくるんです ですが、まあ、クレジットカードを設定するか銀行口座を設定するという風に出てくるのでまあ、僕は今回ねこのクレジットカードでやってみたいと思いますんでクレジットカードを設定するというところをタップしますもちろん銀行口座でも大丈夫ですでチャージ金額入力の画面が出てきますんでここで今回の上限である1万円という風に入力をしていただきますそして画面を下に下がっていただくと確認画面が出てきますのでタップしてくださいで内容に間違いがなければここで確定をタップしますそしたらチャージ手続き完了しましたと出てきますんで アプリに戻るとチャージが完了しましたと出てきます。そしたら残高がですね、ご覧のように1万円という風に増えております。で、今回のね、2000円分が戻ってくる日程なんですけども、左側に出てるように、2021年の2月の1日から2月28日までにチャージした方に関しては、2021年の3月下旬頃に戻ってきます。そして、2021年の3月1日から3月31日までにチャージされた方に関しては、2021年の4月の下旬頃に戻ってくるということですので、ここの日付ですね、間違いないようにしてください。 ください以上が一つ目のキャンペーン最大2000相当が戻ってくるキャンペーンについてでしたで続きましてこちらですねスマートフォンアプリリリース決め v ポイントアプリのチャージをすることによって20%増量キャンペーンということですねこのキャンペーン結構熱いんですよまあ、それがねこちらのキャンペーンなんですけどもキャンペーンの期間は3月の31日水曜日までで対象となるのはスマートフォンアプリの v ポイントをダウンロードしていわゆるその v ポイントアプリですねでアプリ内で v ポイントを以降残高にチャージまたはインターネットサービス v パスから v ポ ポイントアプリ A チャージを申し込みされた方が対象とということになりますで、内容としたら本当に至ってシンプルで、ご覧のような期間中にお申し込みされたポイント数に対して20%増量してアプリにチャージをしますということで、1000ポイントあったら1000分チャージしたら200円分がアップするということですね。しかもですね、このキャンペーンの魅力的なところは、増量分と合算した金額を即時でチャージしますということですね。これ後ほど僕も実践するんですけども、チャージした瞬間に20%分がすぐに反映されるので、ここがすごい魅力的なんです で、ここには出てないんですけども、今回のこのキャンペーンに関しては、どれぐらいチャージしてどれぐらい上限なのかっていう上限が特に出てませんので、そこがね、またこのキャンペーンのかなり魅力的なところなのかなとあります。ですけども、ちょっとですね、引っかかるポイントがいくつかあったりしたので、そこはね、今からの実践を交えてお伝えします。 で、実際にどんな風に交換するのかっていうことで、簡単に流れだけ先に押さえていただきたいんですけども、僕の場合はこんな風に行います。まずはポイントサイトを今回使います。チョビリッチとモッピーですね。で、そのチョビリッチとモッピーから G ポイントであったりとか G ポイントギフトに交換して、そこからさらに V ポイントに交換します。で、その V ポイントを今回の V ポイントアプリにチャージをして、そしたら即時20%が増量されるということで、見ていただきたいと思います。まずはポイントサイト、僕の場合はまずチョビリッチに入ります。で、ここにですね、18000 8833円相当というのがここに入ってますんで、これを交換してみたいと思います。右下のメニューというところから入っていただいて、そしたらここにポイント交換と出てきます。で、ポイント交換画面が出てきたら下に下がっていただくと、ご覧のような画面が出てくるので、ここで G ポイントギフトというところをタップしてください。そうすると、ま、いろいろ手続きやって G ポイントギフトへの交換申請を受け付けましたと出てきます。そしたらですね、確認メールみたいなのが届くんで、ここの G ポイントギフト番号の確認 URL っていうところをタップしていただくと、これで G ポ ポイント獲得しましたということで獲得ポイントが18,500円ゴールドというんですかね G ポイントというんですかねこれが交換完了ということになりますでついでにちょっと手順は省くんですけどもモッピーからもとりあえず同様に交換作業して G ポイントの交換が完了ということになりますチョビリッチとモッピーに関しては即時で G ポイントに交換できるのでそこが結構魅力的なんですよねで次はですね G ポイントから V ポイントに交換をしていてみたいと思うんですけども G ポイントの画面を開いていただくと交換というところがタブがあるのでここをタップします そしたらですね、交換のいろんな画面が出てくるんですけども、ここの三井住友カードの V ポイントという項目があるので、ここをタップしてください。そしたら V ポイント交換画面が出てくるので、画面を下に下がっていただくと、ちょっとここ気をつけてほしいんですが、ここの G ポイント交換という項目と、左側にですね、G ポイントに交換という二つあるんですよ。で、今回選んでいただくのは、右側の G ポイント交換っていうのを選んでください。そしたらポイント交換レートとして、G ポイントを V ポイントに交換しますよっていう風な、 画面が出てますんで、これをををししっっかり確認ててくくだだささいいい左側側でででですとまた違ううので右側のの右 G ポイントを交換っていうのを選んでくださいで早速ですね、僕の場合交換してみたいと思うんですけども、僕は G ポイントから V ポイントに交換するのが初めてなので、初回登録というのが必要となります。で、交換したいサービスの会員の方はこちらということで、ここをタップしていただくと、いわゆる G ポイントと V パスを連携していただく必要があるんですよ。で、そこで僕の場合は V パスにまずログインをしてみたいと思いまして、ここをタップすると、なんとですね、ご覧のようなメッセージが出てきたんで ですよ。まあここが引っかかるポイントなんですが申し訳ありませんが操作中のカードでは V ポイントサービスは利用できませんっていう風に出てきてえ、なんでだろうと思ってちょっと考えてたんですよでそこでふと思い出したのがこの三井住友カードの V パスの画面にちょっとログインをして見てみると見ていただいたら分かるように操作中のカードになんと Visa の LINE ペクレストカードが選択されてるんですよね多分ここ結構引っかかりやすい方いらっしゃるかもしれませんでもし変更する場合は操作中のカードの変更はマイページから 行ってくださいということで小さくマイページっていうところがあるのでそこをタップして画面を進んでいっていただくとビザの LINE ペイクレジットカードから三井住友ビザカードに切り替えることができますので今のこの状態になれば大丈夫ですでそこでまた先ほどのね G ポイントの交換画面までまた戻っていただきましてやっと画面が進めるようになりましてポイントの交換画面から現在のポイント残高3万と350ポイント これを交換してみたいと思いまして、交換 G ポイント数として3300ポイントが交換できるようになりました。で、早速交換するをタップしたら、またですね、ちょっとメッセージが出てきまして、またここがつまずくポイントです。ちょっと画面が小さいので拡大してみたいと思うんですけども、ここですね、会員様が G ポイントから交換いただいた本日のポイント数の合計が2万 G ポイントを超えております。1日に交換いただける G ポイントは2万 G ポイントとなります。ご不明をおかけいたしますが、明日以降に再度交換 いただきますようにお願いいたしますということでなのでねここはもうルール通り2万ポイント交換してみたいと思うのでとりあえず先ほどの3万なんちゃらポイントを2万ポイントに変更して確認できたらここで確定するをタップしますそしたらですね交換した2万ポイントがやっと V ポイントアプリに反映されましたこの部分ですねでここからやっとですね20%増量のキャンペーンの移行をやってみたいと思いますんでここの移行というところをタップしますそしてここの V ポイントアプリ括弧プリペイドにチャ という項目があるので、ここをタップしてくださいでしっかりとね、オレンジ色の20%増量中というのが出てくるので、ここをタップすると、このトップページからしっかりと残高に切り替わりました。34,510円ということですね。まあ、その内訳見ていただきたいと思うんですけども、今回僕ですね、この V ポイント24,512円相当ということで20、20%が即時増えてるということになっております。まあ、冷静に考えて2 20%増量が、まさかのこう即時範囲されるってめちゃくちゃ熱いですよね。 ちょっとね、先ほどお伝えした引っかかるポイントがいくつかあるんちゃあ,あるんですけども、まあ、ここまでね、たどり着けば、かなりお得に期間中は、ポイントを交換することができるので、それはそれでかなり魅力的かなと思います。で、実際にこの V ポイントアプリ残高の使い道ということで、簡単に5つにまとめました。まあ、いわゆるその効率的な使い方ということで、まあ、使い方によっては人それぞれだと思うんですが、まあ、ID 決済が利用可能な店舗で普通に消費する。これ全然いいと思いますし、あとネットショッピングでも使えるので、まあ、そこで決済してもいいと思います。 あとはですね、まあ、モバイル追加にチャージをすると。上限は一応2円までなんですけども、普段からモバイル追加利用されている方は、まあ、かなりお得に使えるのかなと。で、あとペ、PayPay ペなんですけども、確かこの V ポイントアプリには 3D セキュアがないという風に伺って、 出たので、もし間違えてたらすまません上限が5000円までであればでででクレジットカード払いい決済できるっていううっててう風に伺ますであとこれ視聴者さんからのコメントでもあったんですが、Amazon ギフト券を今回の V ポイントアプリを使って決済するのもありなのかなという風にコメントをいただきました。皆様教えていただきありがとうございます。他にもこういった風に使おうかなとか、こういった方法がいいですよっていうコメントがあれば、そちらもコメントいただければ嬉しいです。あと最後にですね、一つだけ注意点があるんですけども、ポイントサイトからその V ポイントに交換する前に、まあ、押さえておいてほしい。 ことが1点あるんですが。 もしですね、ポイントサイトからその V ポイントに交換する際は、日付に注意をしてください。今お伝えしたモッピーとかチョビリッチであれば即時交換が、まあ G ポイントとかを使って即時交換できるんですけども、まあ他のポイントサイトで分かりやすいで言うと、まあいわゆるそのペックスっていうポイントですね。これであれば翌月の確か25日とかにポイントが交換されるので、もしかするとこのキャンペーンに間に合わない可能性があったりするんですよね。なのでそれを計算した上で、ポイントを交換することを強くお勧めします。まあそんなこんなで今回は三井住友カードの V V ポイントアプリの20% 20%増量と20還元についてまあね、ほんとこの V ポイントアプリのその本人認証が、まあ終わったタイミングですぐ動画にしようと思ってたんですが、一度本人認証が弾かれて、まあどうしようどうしようって思ってたんですが、やっとね、ちょっと週明けでなんとか完了したので、ちょっと一安心してるところではあります。この20%増量のキャンペーンもね、3月いっぱいまでは楽しめるかと思いますんで、まあポイントサイトからね、 とかが反映されたタイミングで G ポイントの2万ポイントの制限であったりとかまあ、そこら辺を注意しながら僕もしっかりとこのキャンペーン参加しようかなという風に思っておりますで先ほどお伝えした G ポイントの登録がまだの方いらっしゃいましたら下の概要欄にリンク貼っておきますので詳細気になる方はぜひこちらもチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました